前回のあらすじ。突然現れた不審なふさぎ、ぴょん太郎にそそのかされて、イースターイベントにまんまと参加したクローン。一生懸命、ジャタ島で素材集めをしていたところ、ジャチャマルさんから、マイル旅行券を使って、他の島に行った方が、素材を集められると知ったクローンは、張り切って、マイル旅行券を使い、ドキドキワクワクの探索を始めようとするが、クローンのポケットはすでにパンパンじい。ほとんど持って帰れねえじゃねえか、って気づいたところから本日スタートです。いやあ、参った参った。あのね、実はね、このマイル旅行する直前に、豆吉さんから頼まれていた、資材をお届けしてまして。その際にお礼ということで、お洋服をいただいてたんですよ。こんな時に限って、ポケットの中がパンパンじいで、せっかくのアイテム収集に支障をきたしてしまいました。ま、でも、せっかく来たし、とにかく今回は、イースターイベントと、豆吉さんからご依頼のあった鉱石集め。ここにターゲットを絞って、収集していくしかありません。あら、あなたは、お話ししてみようかなー。はじめまして、こんにちは。クロンと申します。お会いできて光栄です。よろしくですー。なんとなんと、新しい出会いがありました。バトラさんだそうです。この後、もう一度、お話をしたところ、なんとチャタ島に移住してくださることになったんです。チャチャマルさんもアネッサさんも、喜んでくれそうだよねー。こうやって住人を増やしていくんだねー。チャタ島で取れるものは、この島に置いていって、とりあえず、3種類のパンジーとか、ヤシの実とか、初めて見たものは持って帰りたいなぁ。それと、魚の卵なんですが、めっちゃ釣れました。これもマイル旅行効果なんでしょうか。チャタ島で採取するよりも、ハイペースで集まった気がします。はい、ということで成果発表ですー。魚の卵が9個。これはでかい、岩の卵はまあまあ。鉱石は12個も取れました。これもやっぱりチャタ島よりも取れますね。それでは、取り急ぎ島に戻りまーす。はーい、ただいまー。やっぱ住み慣れたチャタ島が一番だぜ。卵がまあまあ集まってきました。あとは、あのウサ野郎が隠したって言っている、イースター関連のレシピを集める、そして集めたレシピをひたすら DIY。からの、豆吉さんの資材集め。はぁ、忙しい。それ。ウサ吉に当たれ。うっかり当たれ。くそー。やっと当たった。すげえ頑張ってますが、2時間半頑張って、空飛ぶ卵が現在5個。一方で、木の卵や、葉っぱの卵は、たくさんあります。ま、想定してたことではありますが、やっぱり、空、魚、岩。この3種類が大変そうですね。ま、とりあえず、今持っている材料で、作れる限りのアイテムを、DIY していき、バンバン飾っていきましょうかねー。イースターっぽさを出していきたいと思います。やっぱり広場は、みんなが集まる場所ですので、イースターな飾りをして、お祭りな感じを醸し出したいですねー。よいしょっと。ほいっと。どっこいセット。ほらほら、お祭り会場っぽくなってきたねー。嬉しいぜー。さらにさらに卵集めをして、DIY して、そしてまた卵を集めて、DIY して、昼飯食って、チャタロウも振って、卵集めては、DIY。クロンのお家も、イースター株を配置したりしてね、地道に頑張ったわけですよ。こんなことやってると、あっちゅう間に時間が過ぎていき、いよいよ夕方になってきました。やべえ。今日朝から一日やってるけど、これ終わらんかも。無人島で西洋生活なはずが、供養みたいになってます。とりあえず一旦この辺で、ウサ吉に6種類の卵を店に行くだけ行ってみますかね。おいウサ吉、結構頑張って集めてるぜこの野郎。なんですと？さっき言い忘れてたじゃねえよ。何時間頑張ったと思ってるんだウサ吉。
マジかマジか。そんな救済措置があったとは、もっと早く知りたかったぞ。とりあえずその着ぐるみ脱いで謝れ。謝罪しろ。畜生、交換してくださいー。まさかまさか。入手の難しい卵は、入手の簡単な卵と交換できたとは。ただ、この救済措置があったおかげで、随分と卵集めが楽になりました。もしかすると、コンプリートできるかもしれません。とにかく、不足している空、岩、魚の卵をガンガン交換してもらい、DIY しまくりました。そしてついに、やっとここまで来た。はぁ、疲れたぜ。さあ、うさきち、約束通り、スペシャルなプレゼントもらおうじゃないの。えらいだろ？ハゲそうだったわ。ほれはよよこせ。疲れた。いいものよこせ。ほれよこせ、さあよこせ。バーベキューにしてくれるわ。まだ作るの？詐欺だ、プレゼントやるやる詐欺だひどい、デカ起き上がり。なんだって？クソー、やってやるぜー。ということでまた卵集めに。でさ、岩の卵っていうのが、もう全然なくってさ。しょうがないから、マイル旅行券で、また島に行ったわけよ。もちろん今度は、ポケットもちゃんと整理したぜ。やっぱマイル旅行券を使っていく無人島って、自分の島よりも、いいものが採取できる気がします。バラの花も持って帰ろうかなー。あ、ヤシの実も。むっくふふふふ。もちろん岩も卵も、がっつりゲットできました。そしてそして、うさきちの起き上がりこぼしを DIY。これさ、キックとか、パンチとかしても、すぐに起き上がってくるっていうやつだね。いいねー。うさきちがモデルっていうのがまたいいね。殴りがいがあるよね。どれちょっとやってみようか。むふふふ。パンチしたいパンチ。こんなもんなんかー。ま、動物の森しようっていうことかな。ま、せっかくなので、飾っておきましょうかね。お部屋もすっかりイースターデザインになりました。ささ、うさきちに報告だぜー。おーい、うさきちー。終わったぞー。いいもんよこせこんにゃろー。えらいでしょ？もっと褒めていいよ。よしきた、何くれるの？またレシピですか。あ、いや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 、最後のなんや。盛大に滑ったな、おい。なかったことにするんじゃないよ。はーい、ということで。なんと、イースターイベント、ミッションコンプリートですー。なんか、うさきちから教えてもらった、最後のレシピなんですけど、星のかけらっていうのが必要らしいです。さすがに星のかけらは持ってません。流れ星とか拾うのかな？とりあえず、今回は久しぶりに何時間もゲームしましたー。楽しかったですー。次はどんなことが起きるのかなー。ワクワクー。またよかったら見てねー。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうー。ではではー。